まあ、多分相手ボーラー出してくると思うんで、さあ、お、熱い、これボーラーが、どうぞ、ザイラーボコボキタッション。はい、ということで、今日はですね、こちら 2.6 ドリル使っていくんですけども、どうやらね、ゴブドリがぶっ壊れてるらしくて、はい、まあこれね、ライリーっていう枯渇使いが、まあこれでっけね、まあ世界一って言って、そうなんかね、ゴブドリが強いらしいです。まあ 0.5 秒上がった時点で、ちょっと怪しい香りがしたんですよ。昔ね、なんかそのあったんすよ。ゴブドリが出てくるゴブリンの速度が速すぎて、なんかめっちゃ入るみたいな結構あったんすけど、それが戻ってきたんかな。いや、多分ね、結構やばそうな香りしてるんで。まあ、今日はね、この、進化オルベーカーをふんだんに使った、まあ、この形でマルチやっていきましょう。さあ、やっていきますか。なんかね、まあ、進化ボンバーより、まあ、進化スケってことは、まあ、ボンバーが渋いってことですよ。まあ、でもボンバーね、何がやばいって、その、ね、あの感覚微弱になったからタワーに入ったら2回入るっていうね、バグ起きてます。バグなんか、まあこれが仕様なのかわかんないですけど、もうやばいですね感覚微弱なせいでね、元は一発やったのにそれがまあ2発入るっていうのはやばいですね。だからもう許容はできない。ボンバー起用したらもうとんでもないことになっちゃうからね、うん、さあこれは多分おそらくジャイスカラーの顔しますね。顔つけジャイスカラーですね、これ。さあ、これはリトプリのガーディアンでどれぐらいやってくれるかによって結構変わってきたりするんですけども、まあ、ファイボで許してもらったりできますね。さあ、これアイスピで、ういしょ、はい。頼む、打ってこないでお願いだから。にゃーい、アイスピの参加熱いですね。ああ、まあこれジャイスケラか、ジャイスケラ若干きつそうですけど、でも、こっちのね、高回転で回していけば全然いけそう。さあ、ゴブドリ出していきたいっすね。多分相手ボーラーか、まあ、ダックプリどっちか入ってるんで。うん、まあ一旦これ見たい。どれぐらい速さが変わったのか見ます。はい、さあ、どんどんこの時点でくる。あ、早っ。あ、早いな。いや、こんなんさ、マジでちょっとでも遅れたらほんまに命取りになるな。うん、なんか結構前の感じが戻ってきたって感じかな。これさ、端前でこれこっちやってさ、どうで丸太で経由できたい。いやー、熱いか。いや、頑張れ。いやー、めっちゃいい。いや、進化スキがね、熱かったね。うん、いやー、ゴブドリ強くね。やっぱ強いやんな。明らかに強くね。で、これさ、相手やな、息切ったでしょ。だから、すなわち、たぶんね、このゴブドリ、オールメガめっちゃきついと思うよね。これ、リトプリ回したいんで、リトプリ死んで回避しますか。で、相手が多分ね、削り合いしてくると思うんですよ。だから、これで見ないかな。よいしょ。はい。で、行きましょう。で、さあ、これ、で、アイスピ来てもいいように、これね、はい、こんな感じで。いや、熱いよ、これ。熱いよ、これ。いや、ドゥーン、ドゥーン。いや、でかい。マジで強え。進化オルベーカ、マジ、壊れ。明らかな壊れ出てます。はい。で、これは2周目いきます。2周目いったいですね。2周目いきつつの、で、これ、アイスピで、まあ、回す。こんな感じで守る。はい。よいしょ。待って、アイスピしくってね、なんか。大丈夫、これ。アイスピしくってない？大丈夫、ほんまに。ほんまに怪しいって。いや、いけるな。で、これは、ゴブドリボーイ。ここはゴブドリボーイします。はい。ゴブドリボーイ仕上げて。よいしょ。はい。で、ファイーボで。と思ったら、スカッシュル！やばい！ちょっと待って。ほんまに怪しい。ほんまに怪しいよ。ほんまに怪しいよ。大丈夫。進化スキル守れてるな。まあ、逆サイだから言うても耐えれんな。とか、相手ダックプリ切ったら、これね、ドリルの受けないんですよ。これ、相手。ドリルの受けないんで、このタイミングね。はい。でこれ多分ね、ヤナアメ切るしかないんですよ。でも、ヤナアメ切っても、そう、ゴブリン残るんですよ、これ。いや、めっちゃ強いぞ。いや、ゴブドリ強くね？やっぱ強いな。なんか早いもん。明らかに早い。明らかに早すぎる。さあ、あとは5回して勝ちかな。うん。なんならこれだけで入りそう。で、早速早いから。あはは、いや、マジで。え、待って、マジで強くね？ゴブドリやばくない？結構やばい香りしてんねんけど。だいぶ強いぞ、これ。くそ、全盛期戻ってきたぞ、これ、マジで。さあ、来た。まあ、さっきマジで強かったな、ゴブドリ。いや、ほんまに全盛期やったな。多分ね、マルタイスピとかで完封できひんくなるんちゃん。今までできたけど、それができひんくなったりするんちゃん。いや、検証してみんと分からんけど。やばくない？結構ゴブドリ強いぞ。めっちゃ早いもん。ほんまに。相手も早い。相手も俊速だ。入ってるな、絶対。俊速入ってるだろ、お前。か、リトプリと、まあ、アイスピで、まあ、いい感じ。おー、ふざけんな、リトプリ。お前、何してんの、お前。もうこっち来いで。お前何してんだよやばい、全部失った俺。全部失いましたね。ただ、バルキリー、ファイブ、ウィズ切ったでしょ。まあ、結構やってんね。これいきますか。ゴブドリ、ウォールベーカーいきますか。これ結構やってると思うんで。さあ、一旦の息毒ではあります。はい。マルタ？うわぁ、なるほど。縦線？ただ？いい防衛だ。さあ、まあ、キンキアできますね。これ、ロケコで。
まあ、ちょっと美味しいかな。キンキアさせてもろてですね。はい。いや、これは、じゃあ、リトプリからこんな感じでいってあげて。で、アイスピレ。よいしょ。はい。守る。今回ちゃんと延命できましたね。はい。オッケーオッケー。バイボ美味しいね。さあ、これドリルいきますか。もうこんなんどんどんいっちゃうよ。でね、ドリルじゃない、ウォールベーカーの細工高めてあげる。さあ、相手は丸太打っても、これは入っちゃうよ。よいしょ、よいしょ。はいはいはい。美味しいですね。結構 M よ。今なんで丸太打っても、達成出すエリクサないんで、まあ、ウォールベーカーどっちか入るっていうところで、相手は休養してきましたね。さあ、これスキルいきますか。よいしょ。スキルで守ってあげて。で、まあ、相手は、バルキリーとウィズ、縦戦でしょう。結構ドリル系豊富だな。うわ、やば。ちょっと待って、被ったんだる。被ったんだるけど、まあ、アイスピレ、止めてあげて、よいしょ。で、多分守れると思うんですよね。そう、テスラ結構強いんで。そう、ノーマーテスラがね、結構強いんで、そう、これだけで、ほら、あー、めちゃくちゃいいっすね。いや、これは、あえての逆サイっすね。なんでかっていうと、まあ、ここね、多分ね、左バルキリー来ると思うんで、うわ、え？マジ？うわ、おしゃれに守っちゃったり。うわ、やば！え、めっちゃいい防衛じゃん。あ、でも入ってるわ。なんか、ウォールブレッジ即れやっぱ。明らかに壊れてるやんな。ウォールベーカーおかしいやんな、絶対。絶対にウォールベーカーおかしい。ファイボ。やばい。これマジでファイボのエイムにかかってる。ファイボのエイムにかかってるよ。はい。アイスピー。よいしょ。左入るこれ？入らないの？オッケー。いやー、まあ、めちゃくちゃいい。はいはい。で、これ進化好きで、これモコモコモコ押してあげて、モコモコモコ押してあげてからの、おいしょ。はい。これテステラで寄せる。さあ、これが強いっすよ。シンカロイジャーに対しては、美味しいな。それ、起用できますね、これ。あとは、これね、もうね、ゴブドリファイブするだけっすね。ゴブドリファイブマルトするだけっすね。で、これで、まあ絶対バルキリー来るんで、え？マジ？おしゃれすぎん？ただ入ってるよ。美味しい。いやー、いいっすね。はいはいはい。あと守るだけっすね。あとファイブで落ちますね。うん。で、まあここは、まあ時間稼ぎしちゃう。多分ここ真ん中に多分ファイブ打ってくると思うんで、おそらくね。はい。打ってこないんだ。打ってこないんだ。じゃあこれゴブドリで防衛してあげて。はい。ね、ファイボでジジと。うん。いやー、いいっすね。はい。いや、でも、とはいえ強くね、ゴブドリ。マジで速えわ。うん。だからね、多分結構、最速でさんと、マジでゴブドリ一発入るから、そう、今までのドリルって、見てからでも間に合うんすよ。けど、それが結構ね、見てからやと、まあ多分見てからでも間に合うと思うけど、けど、構えてないと無理かもしんないね。さあ、スパーキーの香りはだいぶしてますね。やっていきますか。いやー、強いな。ほんまに強いな。ライリーが言うだけあって、マジで強いな。ゴブドリ、やっぱ怪しいな。顔は、いや、俺もね、結構ゴブドリちょっと怪しいな思ってたんですよ。そう、前世紀のね、なんかその、タイムに戻ると、大体壊れるんですけど、ペッカは壊れなかったんですけどね。ペッカ、ほらほら、こんな感じで入るんですよね。そう。まあ、ちょっと遅れるだけで、めっちゃ入るんよ。そう、だから、いや、マジで、ゴブドリ2ぞ。これ、近畿できますね。近畿しますか。内側なんで近畿できますね。まあ、多分相手じゃあ S キラーかな。おそらくエリジでした。まあ、どの道の道ですね。はい。まあ、これスキルあるんで、こんな感じ。スキルと、おいしょーで守ってあげた。あ、忘れてた！やばっ！リトブリのスキル弱っ。リトブリ弱っ。え、うわ、もうめっちゃさ、うわ、今の感覚でやったらマジで事故るな、これ。全然ノックバックせんかったわ。そう、リトブリってエリジャーめちゃくちゃ守れたんだけど、今ね、やばかったね。え、全然。ノックアップせんかったな。やっぱ下方でかっ。リトプリ結構弱くない？ほな、なんか今の見てめっちゃ思ったんだけど、弱って。これ来るかな。これやっと来るよね。そう、これウォールベーカーで、ウォールベーカー守りかな。でアイスピレ、よいしょ、こんな感じで。あー、めちゃくちゃいいっすね。で、まあこれドリルいきますか。左休養の、まあ右はスケでも出しときますか。はい、とりあえずね、暇スケッシュいただけて。さあ、おいしい。いや、早い、マジで早い、マジで早いぞ。やばいやばい。え？って4体湧いてくるんだけど、熱っ。いや、マジで早くね？くっそ早いな。ゴブドリ強くね？マジで強いぞ、これ。いや、なんか、ほんまに強い。いや、これね、ネタ抜きで、ガチで強い。ゴブドリ。怪しい。けど、リトプリは弱え。リトプリマジ弱え。使ってみるか。まあ、ここ使わなくていいけど、一旦使ってみるわ。どんな感じか。うい、え？お前、そんなチンチクリやったっけ？え、多分ね、ボーラーの打ち合い負けるぞ、これ。リトプリ、多分。絶対負けるぞ。なんか、チンチクリンすぎん、さすがに。さすがになんか、こんなもんやったっけ、お前っていう感じなんやけど、俺的に。え、なんか、やばくない？ちょっと待って、シンカーチャー強い。さすがに。さすがにシンカーチャー強いって。さすがにシンカーチャー強い。ただ、進化好きも強い。進化好きも強いけど、まあまあまあ、なんか、やれてんだけど。やばっ！ゴブドリ強ない？マジで。え？ほんまに強いんやけど。待って、あの進化、進化値やばい。うわ、やば。うわー、そう、滞在する進化値やばい。
けど、まあリトプリがあるから守れそう、守りそうですね。で右はあれで丸太でいい感じにやってもろて、さあ進化アーチャーが痛い、やったら OKOKOK で、まあここは横ずらしすので、オールベイカー刺してですね、まあ多分相手ボーラー出してくると思うんで、さあお熱い、これボーラーが、うわボーラーのエイムが、エイムが悪すぎる、お前射撃場行ってこいよほんまに、今のやばいなボーラー見事に外してたなあっつ、これいやマジちょあってほんまにゴム取り強いぞこれ、いや多分ゴム取り環境になるぞこれ、うん、いやめっちゃ強いっすね、なんかボーラーがより一層ちょっと強いっすよ、ボーラーとかダックプリ、うん、いやマジで強いわゴム取り、やば。さあ来ました、エリゴラーか、エリゴラーの可能性はあるぞやっていきましょう、マジゴム取り強いな、うっ頑張って、マジで頑張って、ほんまに頑張って、このすげにかかってる、いけ、うわーめっちゃ偉い、マジでマジ偉いぞ。さあ両者いきますかこれ、いやエリゴリじゃねえ、なんか、いやでももうオルベカだし、いや怪しくね、なんか、えマジでエリゴリあるぞ普通にマジでエリゴリあるぞ、なんか怪しくないこれ、いやこれ一旦テスラで、エリゴリじゃねえマジで、えオルベカ入ってるエリゴリとかあんのマジで、そんなおしゃれなエリゴリあったりする、やっぱマジでやばいぞこれ、マジでやばいぞ、いやこれマジでやばいぞ、マジでやばいぞ。で、これ絶対禁忌してやるからな、お前。お前のことは絶対禁忌してやる。はい。いや、美しい。やばって、あの、ライドラやばい。ライドラマジでやばい。いやけど、まあ、禁忌に比べたら急っすね、これ。はい。急用でいいっすね。急用無罪。いや、これ以上やると多分ね、やばいんで、さあ、はい。からの、まあ、丸太が多分必要かな。丸太スピかな。うん。いや、美しい。いいっすね。でまあ相手今ほぼ俺でし、いやエリゴレなんかこれ、ほんまにほんまにエリゴレか、いやでもオールベーカーあるぞ、なんでエリゴレオールベーカー的な感じ、そんなオシャンティーな何でもありやんマジ、最近や最近のデッキ何でもありやんマジで、ほんまにみかんさんはなんかバルーンオールベーカー使うし何でもありやんマジで、あこれは入りそう、熱い、いやめっちゃ強い、マジで強い、ゴブドリ強い、ほんまに強いぞこれ。さあ真ん中テスラ置いて、でまあ進化スケありますって感じで、いやーこれ進化スケめっちゃ強いぞこれ、マジ強いぞこれ、進化スケが、進化スケは強いぞこれ、もこ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 ガチ強いこいつ、やば、え待って、でも守れるくない、それ守れるくない、無理な、どう、うん守れてんな、いやこのカウンターの方が相手きつくない、これどうすんの相手、何で守る、あー檻か、やただドリルめっちゃ入ってんな、ドリル回ってるし、ってかこれチャンピオンサイクルで2周目いけますね、これ2周目いってけて、はい2周目いったらもうこれアリット何すんのっつって、これどうやって守る、相手無理やろ、うわデリバリーやるんだよね独自すぎやろ相手のデッキ、何これエリゴレモドキやん、エリゴレモドキデッキ来た、エリゴレ入ってないやん、なんか相手エリゴレの顔だけしといてエリゴレ入ってないっていう、何その詐欺、詐欺師みたいなやばいこれマジで、リトプリ出せへんねんけど、文句があるせいでリトプリ出せへん、文句強くね、マジで文句強いよな今の環境、そうこれは熱いんじゃない、ちょっとあっちからやれたりする、ファイボー、あーめっちゃいい、あーめっちゃいい、いやもうゴブドリ、あ強っなんかこ、あー待って進化すけゴミ進化すけ何してんのお前、ほんまに仕事しろよお前、これエリゴリ入ってないなんか、相手エリゴレ入れ忘れてねマジで相手エリゴレ忘れてるやん絶対もう血迷ってさ、オールメーカーに多分負けて、いやこれエリゴレじゃなくてオールメーカーでよくねっつっていややばいでしょこれ相手のデッキどないやねんほんまに、いやちょっとおもろかったけどね、うん、さあラストやりますか、うん、いやー今んとこね、あのね結構ぶっ壊れ認定ぐらいいってる、うん、結構ね強いあのねだいぶ強い、まあただゴブドリってそのメタカードが多いから、うん、まあそういう面ではいいんかな、ボンバーとかやっぱダックプリとかあるけど、そうあのねボーラーとかもあるから色結構ね、そう対応のタクはめちゃくちゃあるんだよね、ちょっと待って、なんかやばくね、やばくね、コウモリやばいマジで、あーやばい、コウモリがやばい、コウモリがやばいとか言いながら、あい対応しませんコウモリマジでやめて、ほんまにやめて、俺のファイブのエイムが悪くて1匹ずれちゃった、まあこれ多分ね、メガナイト入ってますおそらく、入ってないかな、でも有能入ってたら多分メガナイト入ってくる、リトプリ低いな、相手レベル1個低いな、なんかうん、いやそうっすよね、やっぱ入ってるんで、うわーマジどうしよう、これマジどうしよう、マジどうしようなんだけど、あのコウモリどうする、ほんまにどうするこれ、
やばい、マジでコウモリが強すぎる、コウモリが強すぎるぞこれ、コウモリが強すぎる。ただチュン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 がめっちゃ強い、チュンチュン強すぎだろ。いやー守れましたね。はい、やぶねーマジで、リトプリが強くて助かったわ。とはいえやっぱチュンチュン入ったら強いよね。ただリトプリのスキルマジで弱いわスキル今までやったらとりあえずスキル打ったらまあ守れるっていうのがあったけど、マジスキル打っても守れないこと増えそうだな。うん、いやーいいな、なんかこういう調整は割と、いやマジでいいと思う、本当に弱くなるのはいいと思う。これウォールベイカーいきますか。いやこれ進化スケも咲いて、相手これどっちにスペル切るみたいな、どっちにスペル切る、ブッチ両方ブッチになるんじゃんこれ、両方ブッチなら大丈夫それ、あそうだよね、はいはいはい。いやウォールベイカーマジ強えば、進化ウォールベイカーね入ったらねアホみたいなダメージくらいもんな、もうだって左も2000ぐらい入ってんもんな、アホすぎるでしょ普通に。さあテスラ行きましょう。多分相手めがないと合わせてくんじゃないかな。合わせてきたらドリルできますかこれ。来ない。あ、来るよね。そうだよね。来るから、そう、これね、こっちで、はい、こんな感じで、釣ってあげて、はいはい、ちょっと待って。マジで、進化助、はみ出んのやめてくれへん。これで5打ってあげて、5で、よいしょ、いい感じに守れそう。いやー、めっちゃいい。あ、めっちゃいい。めっちゃいいし、あ、マジでガーディアンしょぼい。マジガーディアンしょぼくて助かる。助かるわー。でマジで距離今までやったらな、マジでいかつかったからな、もうほんまに射程が変わるだけでだいぶ全然違うわ、伸びがないもん、今までの伸び結構すごかったもんね、めっちゃ感じたけど全然感じない、今ほんまに感じない。何これ、おいかつい、わそうやっておしゃれな攻めしてくるやん、うわ何その、え待って待って、怖い怖い怖い、いやもう絶対ファイブ打つ、あんな絶対ファイブ打つよこれ。でスキルまでいってあげて逆サイは休養しつつ、ぬわはい、いやでも強いな、とはいえ真にやったら強いな、真にそのリトプリのスキル当てるとやっぱノックバックしてくれるな、そういう面ではまだ使えるんか、うん、でもなんか今までみたいなそのとりあえず打っとけばいい感はやっぱなくなったのはいいよね、うん、さあこれドリルいきますか。多分8枚目がないと来るんじゃない、このタイミングが来なかった、まあ、だったらまあ5で終わらせますか、はい、まあ、8枚来ないんだったらあと5回せばいいだけなんでね、うん、あとはこれだけで勝ってます、はい、で回し上げて、はい、5でジジと、うん、いやー強いなー、いやマジで強いなもうほんまに強いわ、ゴブドリ怪しすぎる、怪しいところじゃないな、マジ普通にぶっ壊れなんだよな普通にぶっ壊れなんだよな、怪しいじゃないよね、いやぶっ壊れすぎるよな、いやマジで強かったっすね、いやいやほんまにやばいと思う、うん、今シーズンは多分ゴブドリ環境になるんかなと思いますね。まあただメタも多いんで、まあ対策が増えるのかっていう感じですね。でも今んとこマジで強いわ、うん、使った感じね、はい、まあ、ということでよかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。今日の動画はここまでで、はい、お疲れ様でした、バイバーイ。